ゼウス、マジ言ってんの？きつぎ、ガチきつい。え、ゼウス死ぬんだけど。え？え？皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは超絶弱体化されたブルード使っていきます。未だに強いのか見ていきたいと思います。はい、ブルードの弱体化内容、ちょっと多すぎて一度でね言い切れないほど多いんですけど、まあ代表的に分かりやすいなって思ったのは一つ、ターゲットスキルのターゲットが剣士を最優先するです。はい、要は剣士避けが可能になりました、スキル。まあただね、発生がちょっと早いんで剣士避けね、タイミングちょっと難しいかもしれませんけど、うまくやれば剣士避けは可能らしいです。そして剣士避けとは別に3コスト以上だったかなの、キャラを、スキルでターゲットする場合、今まではコストが高いキャラにスキルが優先的に行くっていう仕様だったんですけど、それがランダムになりました。誰に行くか分かんないと。なので、まあ、必ず大型に行くわけじゃないから、大型に火力が出るわけではない、全然違うところ違うね、3コスト以上、3コストだったかなの中型に行っちゃうよっていうパターンもあるというわけですね。それではやっていきましょう。5分いっちゃおうかな。取れないが、なるほど。さあブルード行って、もうトレントね、初夏でいいでしょ。あー、トレントはいいんだけど、そいつやだな。森づくり強っ。最後に一発でかい。さあブルード、今までは大型に優先的に行くのが、大型優先的にはいかなかったと。まあ、これはもう関係ないですけどね。大型しかいないんで行くんですけど。おお、すげえとこにいんな、キャラが。ここにも行くか。なるほど。じゃあ、鬼子ゴブ重ねして、闇子か。重なってないかもしれん。あれ、重なってるか。怪しいラインだわ。さあ、ブルード行こう。はい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 。まあ、普通にこうやって殴れる分には火力は変わりますね。ダメ出せる。ダメを出せる。まあ、クールタイムとかもね、長くなったはずなんですよ。いろいろと弱体化入ってるんですよね。ものすごいてんこ盛りに弱体化が入ってる。ひとまず、勝ちました。ありがとうございます。はい、それではね、頑張っていきましょうか。いやいや、ブルードさんどうなんでしょうかね、どうなんでしょうかね。大型に欲しいな、大型に欲しいな。来い。え、マジ来なくね、一生来ないんだけど。何これ、一生来ないんだけど。朝倉で削るか。早めに大砲撃ったけど全然遅かったな。あー、そう来ちゃう。ブルード、いや、チビグリかな。うん、チビグリで行こうか。チビグリダブルで削っていこう。もうブルードと一緒に行っちゃう。はい、ウインコも行って、あ、つかけてけ。ゼウス、マジ言ってんの、きつぎ、ガチきつい。え、ゼウス死ぬんだけど。え、え、あれ、レドガだからもうゼウス終わりなんだけどとか思ったら、こと、こと、ん、おや、え、なんか勝ってる。何、
キメラ引き。はい、倒して朝倉。ゴブ。ブルード、おにんこ。朝倉もいっちゃおう。あ、つかけていけ。ナイス。ゴブも行く、剣士も行く。上のゴブ見えてないんじゃない。ナイス。いや、あのゼウスがお亡くなりになったんだけど、普通に強くね、ブルードは。ブルードの、いや、ブルード普通に強くね。いや、ちょっとブルード普通に強かった気がすんな。うん、なんだろう。いや、まあなんか前ほどの強さがないのは間違いなくあるんだけど、前はちょっと強すぎたから、今でも全然使えるよね、これ。別に今これブルード使えないとかなくね。なんか S ランクだったキャラが、いや S ランク、 SF？ いや、まあ S かだったキャラが、まあ A ランクに落ちたみたいな感じなのかな。いや、そもそもなんか1回のスキルでものすごい火力出すじゃないですか、ブルードって。これでも加工されてるんですけど、1回のスキルでものすごい火力出すのに、それが出っ放しでその場に判定残って。え、強いよな、普通に。ターゲットがずれる可能性はあるって言うけど、チビグリなんてそもそもターゲットあれら、あの近くにいるべきだから、そもそもなんか当て台的に当てられなかったりするし。って考えれば全然ブルード、いいんじゃないか。うん、燃えちゃったー。え、バイクいっぱいね、気にせえ。バイクめっちゃいるように見えんだけど。倒しきるパワー、素晴らしい。素晴らしいけど、コストがね、コストというかキャラがいいね、今回。あ、でもゴブが強い、ここからの。見せてくれよ、ブルード、お前の力を。まあ、倒したっちゃ倒したな。うん、止まらんでしょ。まあ残ってるし、ブルード、まあ死にかけてると思うけど、普通に強くないか。普通に強いな、別に弱くないぞこれ。いや、強すぎたキャラを強いキャラに落とした感じだな、そんな感じがする。まあ剣士の裏、剣士の避けでみんなが慣れたら話変わるかもしれないけど。はい、それではね、ラストいきましょうか。いや、なんか全然強い気がしますね。で、このブルードのスキル余計、そもそもブルードってスキルの奥への射程、あの奥への範囲、索敵範囲がすごい狭まったんで、奥のスキル範囲か、狭まっちゃったから、剣士余計をしようとしても剣士余計ができない場合も全然あるよねって思った。なんか普通に強い気がする。さすがに前みたいな圧倒的最強無双っていう感じではないけど、要はレードラみたいなもんだよね。あの安定感はある、普通に強い、かなり安定感あって普通に強くて絶対手に入れてほしいみたいな
ただ別に最強最強ってわけでもなくて、もういなきゃダメみたいなわけでもなく、いなきゃダメっていうか、その毎回なんか固定しなきゃダメみたいなレベルではないけど、ただ強いよみたいな、そんな感じがしますね。はい、え、投げすぎじゃね、君強すぎるでしょ、ガチで。コングくん君強すぎ、一体何があったの、コングくん。あとコングくんもそうなんだけどさ、君、まあ、プリンセスくん本当にいい加減にしてほしい、君そのキャラ強すぎ、ぶっ飛んでる。いや、減りすぎなんだよな、減らされすぎてんだよな。あー、そうそうそう、ターゲットがまあずれると、そう、それは知ってたんだけど、お、取った、ラッキー。いいよいいよ、取ったのでかいな。シマリス使わせるか、シマリス使わせよう。コースなさそうだ、食らっちゃうけどしょうがない。相手これ大型いないの、あ、大型いないの、なるほど。それのミッションをクリアしたくて中型に固定してフルキャラボーナスじゃなくて大型も引いてないみたいな感じか。はい、ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。超絶加宝されたデュエマ同士ブルーを使ってきました。まあ普通に強いと思いました、特に問題はないかなっていう。まあまあ間違いなく弱くなってるんだけど、めちゃめちゃね、前が強すぎるだけで、別に今普通にいいキャラじゃないかなって思います。普通に優先枠でもいい気がするって感じです。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。